ジャネット・リーは、アメリカの女優。映画の友1951年2月号表紙母。悲鳴カリフォルニア州、マーセド出身。母方は、デンマーク系。15歳で駆け落ちしたが4ヶ月で、破局、19歳で大学の同級生と再婚した。休暇中、写真のモデルとして写った写真を、女優のオーマシアラーが偶然見て、この顔は、絶対映画に出るべきよと。 映画関係者にスカウトを進めたという。20歳で当時は各素朴ない中の少女を探していたメトロゴールドウィン・ベイヤーと契約する。彼女の最も有名な出演作はアルフレッド・ヒッチコックの最古である。同作での演技でアカデミー女演女優賞にノミネートされゴールデングローブ賞を受賞した。また、有名なシャワーシーンの演技から今日では 絶叫クイーンの一人として挙げられることがある。娘のジェイミー・リーカーティスもまた、ハロウィンでの演技が評価され、同様に称される。1975年には、ピーター・ホーク主演の刑事・コロンボに犯人役で出演。女優業に復帰することを反対した夫の内科を射殺する往年のミュージカル女優を演じている。このエピソードは、犯人も、犯行のトリックも、 明らかにしながら、コロンボが犯人を逮捕しないという移植の終わり方を迎えるが、作品としての評価は高い。3番目の夫は、俳優とニーカー,アーティスで、2人の結婚生活は1951年から1962年の11年間であった。彼らの間には2人の子供、女優のジェイミー・リー・カー,ーティスとケディー・カー,ーティスがいる。1962年にリーは番目の夫、 ロバート・ブラントと結婚した2004年10月3日にビバリーヒルズの自宅で家族に囲まれ死去した77歳。ありがとうございます。